然ちっちゃい。いるか。行きますか。頑張れ。行けるかも。行け。ちょっと足りないね。惜しい。ランチタイムです。お、あそこに顔作ってるじゃん、それ。どうも。どうも。あ、いつもそんな感じで暮らしてるそうなんです、ね、かなり絵になりますね。最高ですね。しゅうちゃん、今日は田舎暮らしの素晴らしさを体験しに来て、はい、感じました。サーフィンして僕の事務所に来ましたね。はい。いきなりこの T シャツ着てとかって言われて、モデルさせられて、サーフィンして、サウナ入って、お風呂入って、ランチです。毎日こんな暮らしをしたいですね。いいですね。贅沢でしょ。贅沢。実はそんなお金は使ってないんですよ。そうですね、うん、どうもー。らららら、お蕎麦ですか。お蕎麦と海鮮の、はい、しらすのやつ、最高セット。おー、いいですね。いただきます。東京で暮らしてるとこういうのないもんね。こんな、本当、あのお風呂入った時も、うん、地平線をこう見ながらね。水平線ね海がないもんだから、ちょっと、はい、水平線をこう見ながら。豊島区と違うからさ、うん、練馬区です。練馬大根練馬大根果てしなく続く大根畑みたいな、はい、ね、練馬に住んでるから練馬大根っていじってたら本当に練馬大根送ってくれたもんねそうなんですよ。食べよう。いただきます。さあ、多分ね、食事的にはまあ普通だと思うんだけど、環境はやばいっすね。環境がやばいっすね、うん、いや環境がいいと飯も、さっきのハンモックも乗ってたじゃないですか、うん、あれ前家のベランダであれと同じようにやったんですよ、うん、全然良くなかったっすね暑い暑いし、なんか照り返しが、あのコンクリートしか見えないし空が狭いんで、うんうん、ここでやるのとやっぱ全然違いますね、うん、良さが。うわー、いくら結構いっぱい入ってるんですね。サーモンと親子丼みたいな感じ。はい、親子丼です。僕はカツ丼にしました。でかくないですか、これ。塩カツ丼。塩カツ丼、すげえ。そばうまい。なんか涙が出てきそうっす涙が出てきそう生きててよかったみたいな、はい、もう海水が口の中とか鼻の中入って、うん、しょっぺーってなって、うん、でもお風呂に入って綺麗になって、うん、すっきりして、そして食べる。地球ありがとうって感じですか、はい、波ちっちゃいけどね、しゅうちゃんにはベストでした。うん、大きかったっすよ全然大きくないあ、海鮮丼どうでしょう。いただきます。しゅうちゃん、これ YouTube 流していい？全然いいっす。さすが。うんうまい。うまい。どこで取れたんだこれ。わかんない。うまい。あとでシェフに聞いときます。うますぎる。はい、茨城県日立市ですよ、ここは。ね。由良の里っていう、お風呂。お風呂屋さん。お風呂屋さん。この下のビーチは河原湖海岸です。海水浴で賑わいます。これ絶対来た方がいいですよ、皆さん。やばいよね。さっきのあの露天風呂から。露天風呂からこれ見えるから、うん、うん、繋がってますよね。繋がってるお風呂と。あんまりこう高い位置になっちゃうとチンコ下から見えちゃいますからそれだけはちょっと気をつけてほしいんですけどビッグペニスYouTube 流せですかこれしゅうちゃん、はい、最高ですねハンモックめちゃくちゃいいですね。はあ、暑すぎず、いい天気ですね。うん、曇ってるけどこのぐらいじゃないと、うん、今日は最高の一日ですね。いや、ほんとそうです。こんな生活しようと思ったら毎日できる環境にいるって幸せですね。あなたもできますよネット物販やればこんなんだってどこだってできるんだから、田舎暮らしできるじゃん。本当ですね、うん、海が好きな人は海に行け、海の近くに行けばいいし、山が好きな人は山の近く、そう、海外にも
海外も行けばいいし。